ビクトリー・テツーは、アメリカ合衆国産の競争馬。馬名の意味は、英語で勝利を意味する、ビクトリーと愛称の、テツニー。第一回カペラステークスの勝ち馬である。2004年に、アメリカ合衆国ケンタッキー州にある、デルリッジュファームで生まれた。その後、キーンランドセプテンバーセールで、森秀幸が35万5000ドルで競り落とし、日本に輸入された。 競争馬としてのデビューは2006年6月24日、京都競馬場の新馬戦。このレースでは、衛進一点の3着に敗れた折り返しの2戦目で、芝のレースに出走するも6着に沈む。3戦目から再びダートのレースに出走するようになり、直線先に抜け出したマイネル・カンターレを差し切って初勝利を飾った。続くサラ系2500万下も半馬審査で、解消している。 年が明けて、バイオレットステークスは3着。その後、UAE ダービーに招待され、ドバイでは、アルバスタキや UAE ダービーともエイジアティックボーイに大差を、つけられたとはいえ2着、5着と前線した。帰国後の6月の高取特別は15着に終わり、以後やや低迷が続く。11月には、サラ系歳上千万した。年が明け2008年の2月には、 カシハラステークスに優勝するものの、しばらくは条件クラスに止まった。しかし徐々に力をつけ、11月に途月橋を勝ってオープン入りすると、第1回カペラステークスでは後方からレースを進め、スリーアベニューに一場新さん、4の差をつけ解消した。勝ちタイムは1分08秒7で、これはダート1200メートルの日本レコードである。 明け5歳初戦は2009年2月1日のネギシステークスだったが6着に敗れた。続くフェブラリーステークスは12着だった。その後4月8日の東京スプリントに出走したが出遅れが響いて5着に終わった。休養を挟み連覇がかかったカペラステークスに出走後方から追い上げるも9着に敗れた。明け6歳初戦は2010年1月10日の ジャニュアリーステークス。後方からレースを進めるものの直線で伸びきれず9着に終わった。続く1月31日のネギシステークスでは上がり、最速の34秒9を出したものの8着に終わった。そして2月27日の千葉ステークスでは後方からレースを進め、最後の直線で握る西のコンサフォスを首差捉えて一昨年のカペラステークス以来の勝利を飾った。 続く、コーラルステークスでは、後方から追い上げるも届かず5着に終わった。中1周で挑んだ、慶應ステークスでは、最後方から追い上げるも8着に敗れた。続く、ケヤキステークスでは、最後方から追い込んでくるも届かず4着だった。休養を挟み、12月12日のカペラステークスでは11着に、敗れた。明け7歳初戦のジャニュアリーステークスでは、最後方追走も、 直線で伸びきれず9着、続く、ネギス,ステイクスでも9着、フェブラリーステイクスとコーラルステイクスでは共に10着、アハルテキステイクスでは8着だった。休養を挟み、12月11日のカペラステイクスでは10着に、敗れた。2013年4月より、北海道競馬の佐久間正隆9社へ移籍したが、一戦したのみに、終わり、競争馬登録を抹消された。 ありがとうございます。